来た来た。ちょっと見え、電気つけました。いるか、わかるかな。暑い暑い暑い。ここまで暑いとクワガタ出てきてないんじゃないかな。暑すぎていなかったことあったからな。気温は今38度ですね。38度。この木はいない木かな。なんか赤い実がなる。カナブがいっぱい集まるけど、あんまクワガタは見たことないな、この木に。あそこ樹液が出てますね。樹液が出てるけど、カナブしかいないですね。ハナムグリ、ハナムグリだ。あ、ここにもいる。ハナムグリ、いっぱいいるな。あ、ここもすごい。ここもハナムグリすごいわ。いましたね、クワガタ。クワガタ、クワガタもいますね。メス？何クワ？あ、あ、奥にいるな。奥にオスがいるか。何クワ？何クワ？あ、チョウチョウもいる。あ、わからない。何クワだ？ちょっと待った。撮ろう。間違って行っちゃった系かな。あ、全然いる。あ、いっぱいいる。あ、クワガタもいますね、この木。あ、あれかな？あれかな？あ、ノコギリ。いたいた。ノコギリ。いるんですね、この木にも。こういう葉っぱ。赤い実がなるやつなんですけど。あ、いるんか。メスが怒ってきた。ちょっと待てよ。落ちないタイプ。あ、落ちない。できた。よし、取れました。取れました、取れました。ナタ、ナタです。メスもいましたよ。ほら、あと一匹いるんですよね。今ガサガサやった。落ちちゃったかな。いるかな。ちょっと見失った。ナタいたんだけどな。ちょっと見失ったら、もしかしたら今ので下落ちてどっか行っちゃったかもしれない。いたいたいた。あ、ボケるな。これピント難しいかな。いましたね、ノコギリっぽい。ナタ、これもナタだと思う。こうだ。あ、ちょっと高いな。伸ばせば、網伸ばせば届くか。どこ？ちょっと待てよ。よし、入ったんべ。入っただろう。あ、いたいた。おお、怖い。いたいた。あ、ナタ。ナタだ。さっきより小さい。さっきより小さいナタ。オッケー。オッケー。ちょっと葉っぱ入れるか。葉っぱ。転倒防止。よし、こんな感じで。いや、いると思わなかったな。ナタだけど。
いると思わなかった。数はもう減ってきてると思うんだよな、鳥に食べられたりして。いやー、38度は暑いわ、倒れる。日中はやめた方がいいな、まだ。いや、いるな、この木。この木、うん、いるいる。ちょっと向こうの木も探してみましょう。で、見つけるポイントとして、この木の下の方の太いところよりも、こういう枝、葉っぱの先の枝先の方にいることが多いですね。あとこれ木が大きすぎる。10メートル以上あるかな、高さが。うん、これ大きい木より3メートルぐらいかな。そんぐらいの木の方のがいる感じがしますね。やっぱいなかった。いませんでしたね。移動しましょう。さっきの木の実ですね。これが。あそことかすごいな。なんかすごい集まってる。いっぱいいるな。いっぱい集まってるな。クワガタはいなそうですね。おお、スズメバチ。オオスズメバチかな、あれ。あれ、音が怖いよな。こないだ、平田クワガタ捕まえたじゃないですか。あれ、ちょっと挟まれてみようと思って。挟まれたんですよ。なんとなく痛かった。4センチくらい、4センチくらいの、多分小さい平田クワガタなんですけど。一日痛かったもん。ずっと痛かった。あんな痛いと思わなかった。全然いないね。全然いないね。あ、もう紅葉始まってんじゃん。あれ、もう紅葉始まってるような。あ、くるみ。くるみの木がある。でもこれ草やぶだから、まあ取りに行けないな。ちょっと遠目から見てみるか。いるか。ずいぶん葉っぱがなくなって剥げてきたな。いない、いない、いません。どうしよう、帰るかな。水牛見てよな。水牛、今夕方4時過ぎかな、4時ちょうどかな。もうちょいやってみるか、探してみるか。暑いからぶっ倒れるわ。危ない、バラ。これバラ危ないよ。ちょ、もうちょい探してみよう。はい、場所移動してきました。ここの木のね、ここに穴開いてるんですけど、わかるかな。ちょっとね、電気つけました。いるか、わかるかな。いますね。コクワ、コクワかな、全部。ちょっと取り出してみよう。かき出す棒が、これ、これでいいかな。いけるかな。でかいよな。取れない。今出てきたんだけど、ちょっとな、あれじゃ、もうちょいちゃんとした木が欲しいな。うん、あ、これで行ってみるか。一
ちょっと出たんだけどな。難しいな。これお尻ツンツンして、出てくるかな。出てこないな。あ、難しい。出てこない。あ、難しいな。ダメかな。出てきた。出た。よし、捕まえた。よし。あー、でかい。でかこくわ。ほら。あとメスが、あ、オス一匹、メス2匹いたかな。まだいる、まだいるね。出てこい。これ下行っちゃう。やっぱ下行っちゃった。これオスじゃん。これメスかと思ったらオスだった。ちっさ。よし、オッケー。まだいるかな、まだいるかな。あ、ここにもある。ん、いる。あ、いるっぽいな。いるな、いるいるいる。いたいた。よし、取ろう。あれ、さっきの木どこやった？さっきの木ちょうどよかったんだけど。ちょっとこれ難しいな。多分無理だな。うわー、むずい。ちょっとむずい。ちょっと諦めるか。ダメだ。ちょっと諦め。ああ、このコクはまあまあでかい。まあまあでかいぐらいだな。これクルミの木だよな。おお、ゴロゴロ、すげえゴロゴロ言ってる。うわ、あそこ集中豪雨、絶対雨降ってるよ。ちょっと雷がゴロゴロすごいから、もう帰ろう。逃がして。コクワのオス2匹と、これはノコギリのメス1匹とナタ2匹。時期的に取れなくなってきましたかね。どうだろう。逃がそう逃がそう。どんどん雷がやばい。安売りな、取れなかったのは残念ですけど、まあいいや。うん、観察ってことで。あ、元気だなこれ。この国はすごい元気。あ、なるほど。元気元気。はい、国はのオスも全部落ちちゃう。全部落っこっちゃった。まあいいや。はい、よし、帰りましょう。うん、取れなくなってきたな。